アンドリュー・レイノルズはアメリカ合衆国の俳優、歌手である。アンドリュー・ラネルズとも表記される。レイノルズはトニー賞にノミネートされた2011年のミュージカル、ブック・オブ・モルモンのエルダー・プライス役で知られている。オリジナルブロードウェイ・キャストレコーディングのアルバム、ブック・オブ・モルモンは2012年のグラミー賞を受賞した。また2016年にリバイバル上演された。 ミュージカル、ファルセットズのウィザー役でも、トニー・ショーにノミネートされた。ブロードウェイでよく知られた、レイノルズの出演作は、他に、ヘアスプレー、ジャージー・ボーイズ、ヘドウィグアングリー・インチ、ハミルトンがある。ラナルズは、ディノルドをもとにして、レンネルズの変化したものとみなされている。アンドルー・スコット・レイノルズは、ネブラスカ州オマハに、 ロナルド・レノルズとシャーロット夫妻の4人目の子供として生まれた。レノルズ一家はオマーハ近くのクレイトンパークに住んでいた。子供たちは全部で5人で、一家はアイルランド系とポーランド系の両方の羊がある。レノルズはアワー・レディ・オブルルドと男子校のクレイトン・プロパラトリー・スクールに通学していた。また、エミー・ギファード・チルドレンズ・シアターで受講し、オマーハコミュニティ・プレイハウス、 ファイアーハウスディナーシアター、ダンディーディナーシアターに出演していた。レイノルズはハイスクールを卒業し、1997年にニューヨークに移ってメリーマウントマンハッタンカレッジのシアターで2年間学んだ。その後で役を得るためのオーディションを受け始めた。2001年から2004年までの3年間は、ニューヨークにあるアニメーション制作会社の4キッズ、 エンターテイメントでの仕事をしていた。4キッズやディクでのテレビジョン番組とビデオゲームの声優の仕事が中心であった。ブロードウェイに登場する前に地方のシアター公演でヘドウィグアングリー・インチ、サーロリー・モダン・ミリー、ミス・サイゴンに出演していた。転機となったのは2002年のテキサス州オースティンにあるザッカリー・スコット・シアターセンターで上演された。 ヘドウィグアングリー・インチのヘドウィグ役であった。この役の優れた業績に対して2002年9月に b e デンペインアワーズの主演団優勝にノミネートされ受賞した。2005年、レイノルズはブロードウェイで上演されていたヘアスプレーにリンクラーキン役で出演した。レイノルズにとってはブロードウェイの最初の出演で大きなブレイクだと思われていた。そして2006年、 ジャージー・ボーイズのボブ・ゴーディオ役で US ツアーに参加した。サウスパークのクリエイターであるトレイ・パーカーとマット・ストーンによって制作され、アベニュー級のロバート・ロペスの作曲によるミュージカルブック・オブ・モルモンが2011年3月24日から上演された。レイノルズはオリジナルのエルダー・プライス役で出演して、好評のため2012年6月10日まで出演を続けた。 この作品でレイノルズはトニー賞のミュージカル主演団優勝にノミネートされた。また、レイノルズが参加したオリジナルブロードウェイキャストレコーディングのアルバムブック・オブ・モルモンは2012年のグラミー賞で最優秀ミュージカルシアターアルバムに選ばれた。映画では2012年バチェロレってあの子が結婚するなんてに出演して マニー役でストリッパーを演じ、テレビジョンでは2012年から2013年のニューノーマルュゆからな家族の形でのブライアン・コリンズ役で出演していた。2015年10月27日から11月29日までブロードウェイのミュージカルハミルトンにジョージサンセイ役で出演した。ジョナサン・グロフがルッキングのドラマ撮影予定を終了するまでのための代役であった。 レイノルズは、ハイスクールの頃から自分がゲイであると自覚していた。18歳の時に家族に打ち明けたが、家族はすでにそのことを悟っていた。シアターでの友人たちには明らかにしていたが、ハイスクールの生徒であった頃までは、周りにオープンにはしていなかった。レイノルズは、ニューヨークに住んでいて、撮影の仕事で必要になった場合は、LA に滞在している。ありがとうございます。